一応、いつもおすすめしてるのは、コルグの、なんだっけ。それも忘れた。今日なんか、ちょっと調子悪いというか、なんかね、昨日がすごいこう、雨で風で、なんか、ドヨーンってして湿気多くてみたいなやつに、なんか影響されてんのかね。今日もまだ本調子じゃないね。なんか。コルグの、お疲れ様です。今日は3月22日です。はい、合ってるよね。22、ウォーキングに来ております。ちょっとね、雲行きが怪しいんですよ。今日もまあね、昨日はね、風も強かったし、雨もかなり降っておりましたから、今日は大丈夫かなって感じだけどね、ちょっと曇ってます。で、今日は月曜日なので定休日なのですが、出張レッスンが入っております。そんだけだね。でも そういえば緊急事態宣言ってどうなったんだ？解除されたんだっけ？今日からお店は普通に夜8時以降も営業になるんでしょうか？その辺よく分かりませんけど。今日はね、この後出張も行くんで、ちょっと短めのウォーキングコースにしたいと思います。雨が心配だけどな。はい、出張行ってきます。こちらにね、生徒さんのギターもあります。最近エレキを始めるということでね、新しいギターでございます。早く渡してあげたいですね。絶対楽しみだと思うから。今日もね、出張用の、オーディオインターフェース持ってきてますんで、まあ、それでエレキのアンプの音とかもね、ちょっと、紹介できたらいいなと思いますね。こんな感じで使うんだよみたいな。はい、出張レッスン終わりました。戻ります。エレキギター、喜んでくれてたみたいでよかったです。じゃあ戻って自分もね、練習します。はい、戻ってきました。ふう、疲れた。はい、こちらソニックポート。結構活躍してくれてますが、やっぱりね、パソコンだけで鳴らそうとすると、やっぱ音量小さいなっていう感じがしてて、で、やっぱちょっと時間経つとさ、なんか解説とかしててさ、で、あ、ここ押さえんだよみたいなやって、じゃあ一緒に弾こうかっつって、じゃんってやった時にギター鳴らないみたいな。
なんか接続が途切れてるんだよね。サボってるというか、なんか、あ、今関係ないですよね、俺、みたいな感じで、なんかオフみたいになっててさ。で、なんか、ロジックの方で、なんかモニターオンオフみたいなやつをポチポチやると、こう、戻ってきたりはするんだけど、途中で切れるね、やっぱ、接続。でも、そんな、なんかスリープモードみたいなさ、なんかパソコンが別にそういうモードになってるわけじゃないから、このソニックポート自体が一定時間何もなかったら、なんかオフになりますみたいなのの仕様なのかもしれないですね。ちょっとわかんないです。で、今日は、練習この後やっていくんですけど、ちょっとだけね、テンポを上げて今日は練習します。もう37っていうもう驚異的に遅いスピードで練習してるんだけど、そっからプラス5して42でやってみようかな。それでもすっごい遅いと思います。でもちょっとずつちょっとずつ、これはやっていこうと思います。で、内容によってはまたすごいゆっくりテンポに戻すようなタイミングもあると思う。でね、今日の生徒さんはまだアンプを持ってないんですよ。で、とりあえずおすすめのアンプをリンクだけお母さんの方に紹介したいと思います。1個はおなじみのやつなんだよね。いつもこれを紹介したいんだけど、最近それよかちょっといいやつなんか出たんだよな。出たっていうか前から出てたんだけど、生徒さんがそれを買ってなんか結構いいですよなんて言ってたんだよね。で、確かに仕様を見る限り、あ、いいかもっていう風になったんだよね。いろいろこう Bluetooth でつないでみたいな、なんかエフェクターとかもなんかアプリにあるとか、そんな感じだったんだし、なんだっけな名前、忘れた。なんかアプリとかそういうの使えてさ、これだっけか、ニューエックス、これだ。ちょっと高いな、これ19,600円だけど、アプリがついててエフェクターとかそういうの、あ、これ映ってないね。どうですか、映ってる？ちょっと待って、ね、すごいアングルで見づらいね。まあしょうがないです。はい、こちらです、ニューエックス。これがね、生徒さんがね買ったっていうやつで、ワイヤレスでしかもアプリがついててっていうやつね。この中でエフェクターとかさ、そういうのゲインコントロールとかそういうのできるよみたいな。で、見る感じね、このつまみもさ、シンプルだし、あのヘッドホンもあるし、オブジュアリーインもあるし、うん、これいいと思うんだよね。ドラムも流れるみたい、いいじゃん。メトロノームで練習するよりもきっと楽しいよね。で、いつもおすすめしてるのはこっちです。ローランドのキューブライトっていう方ですね。これはもっとシンプルです。3チャンネルしかないし、まあオブジュアリーインがあってみたいな、ヘッドホンもあって、もうそんだけで、これは、14,700円で、このニューエックスっていうのは19,600円です。で、私が、モバイルで欲しいなって思ってるのはこのアンカーのスピーカーですね。ただこれも結局 Bluetooth なんで、 Bluetooth だと、まあ、この間やりましたけどちょっと遅れちゃって楽器とかには向いてないんで、これただ音流すだけだったら別にいいんだけど、ギター弾くとかそういう風にそもそも作られてないから、自分が無理なね、要望を言ってるのはもう承知なんですけど、有線で行くやつがあったらいいねっていう感じですね。ポータブルスピーカーの有線のやつ、まあ、今日なんかもちょっと音量小さいなと思って、なんかスピーカーつなげたいなと思ったんだよね。まあ生徒さんがまだアンプ持ってないっていうのもあるんだけど、生徒さんがアンプを、これまあどちらでもいいので、おそらく買うことになると思うんですが、オグジュアリーインに行くことで、こっから自分のギターの音もなんかゆっくり音源流してやるとか、なんかねドラム音源とかで一緒に練習するとかっていうのもこっから流れるし、生徒さんのギターの音もそのまま流れるしっていうので、いいと思います。問題ない、別にこれ買って持っていくっていう必要はないんだけど、でもね、一応こっちでも出力できるんですよ、別系統でっていう状態だったらもうね安心というかさ。というわけで、有線の、でも今時さ、ワイヤレスっていうのが当たり前だよね。ワイヤレスでしかないよね、こういうの。アンカースピーカー、お、有線って出てくる。おっと、完全ワイヤレス、いや、ワイヤレスや、あ、これでも繋がんのか、もしかして。有線でもいけますってことですか？さっき見てたやつと一緒じゃない？これ。第一世代っていうのがあって、これは第二世代っぽいです。で、なんなら第三世代もあります。有線がいけるかどうかなんだよ。お、オグジュアリーポートを搭載しているので、Bluetooth 対応機器をお持ちでなくても、オグジュアリーケーブルを繋げばお気に入りの音楽を再生できます。ということで、これですね。これ。買っちゃう？オグジュアリーケーブルはついてこないよね。付属品で。ついてくんのかな。
タイムセールで3749円でした。ってことはもうちょい安く買えるってこと？オグジュアリーケーブルって付属ですか？ついてないね。ついてないです。で、サイズが16センチ 4.7×5.6。 ソニックポートとそんな変わんないんじゃないのっていう感じ。これは15センチしかありませんけど、これと横幅そんな変わんないですね。ここが 4.5 で、こっちが 5.5 なんで、ほぼこれと変わんないです。これだったら全然持ち運べるよ。ギターケース入るし。あとはタイムセールがあるよってことだね。これは今買うと4999円だけど、今買わなくても安くなるタイミングがありますよってことです。ちょっと様子見てみるか。一旦欲しいものリストに入れて、オグジュアリーケーブルも欲しいものリスト入れておくか。はい、 OK です。あ、今の消しちゃったらダメだ。このリンクを送ってあげるってことだもんね。このリンクってエアドロップできるの？行かないよそれは。行く？お、来た、すげえ。エアドロップってリンクとかもいけんだね。じゃあこれを送りますね。で、こっちっていう可能性もありますよっていうことで、これも送りますね。このね、この入力がすごい苦手なんですよ。 OK、 連絡できた。じゃあ練習やっていきます。本日の練習、なんかね、ちょっと調子がなんか悪い。まあそんなでもないけど、本調子ではないっていうか、なんかちょっとだるい感じあります。だからっていう感じだと思うけど、なんかね、なんだろうな、あんまりしっくりきてないね。こう低気圧とかの影響って自分はあんまり感、はい、あ、了解しましたということで、はい、なんだっけ、低気圧の影響とか私そんなに感じたことないし、影響特に今までないと思ってたんだけど、なんかそうなんかなみたいな感じしちゃうよね。とりあえずやろう。はい、行きます。45スタート。いやー難しかったな。37っていうか、まあそのメトロノームをつけてやります、初日ぐらいのなんていうかこう手応え、全然楽しくない、超やりづらい同じこと言ってる。でも3日目4日目ぐらいになって慣れてきたから、こっからまた42っていうのを何回かやることによって、このテンポでなんとなく慣れてくんのかなっていう気もしていますので、とりあえずは続けてみようと思います。で、なんか新しい曲になんか入っていけないというか、メトロノームを24で鳴らしてるので3拍子の曲をとりあえずやらないようにしてて、まあ別にテンポ変えればやれるんだけど、何日か同じ曲でこう続いて練習してきてるっていうのが一個の理由ですね。テンポをこっから上げていくっていうことを考えると、なんか全然違う曲がポンって入ってくるよりは同じ曲をやり続けてる方が効果的なんじゃないかなと思っているので、とりあえずこれはこれで同じ曲でテンポを上げていくっていうやり方をしようと思います。ということは練習時間を増やすかして、3拍子の曲でテンポが全然こうメトロノームが全然違うところで鳴ってていいっていうやつだったら、やれるよね。他の練習、他の曲の練習が、とりあえず今4分の4拍子のスタンダードの曲しかできないから、できないっていうかちょっと絞って練習してるって感じだね。まあ他のやつに手出すよりもこれである程度自分の中でのこう成果というか、あ、やってこれは意味あったなみたいな手応えを掴んで他の曲でもこのやり方をやればいいよね。とりあえず、まだ実験段階だから、これでやってみてですね、効果が現れてきたら考えましょうっていうことですね。じゃあこっから明日の Vlog をやっていきましょう。やるよといったところで、もう9時ですから、まあ練習も私ちょっと軽く一杯やろうかな。最近ねハマってるのがねビールなんだけど、太りたくないっていうか一応ダイエット中なんで糖質ゼロのビールなんですよ。ただこれ自体が美味しいわけではないというか、ちょっと味気ないんで半分ぐらいにしてオールフリーの、これはゼロですから、これで終わる。
そうすると味がつくっていうことで、で炭酸でシュワってするからなんか飲み応えがあるじゃん。こうガーってなるじゃん。いただきます。お疲れ様です。ああこれはもうシュワッときて、うわビール飲んだって感じする。まあ実際ビール飲んでんだけど、味をつけて飲んでます。じゃあ明日のやつやっていこう。てか今日ここで終わろうかな。動画的にはここで締めようかな。ね、長くなっちゃうもん。てか今日全然撮影してないんじゃない。そもそもいきなり散歩から撮り始めて、でその後出張レッスン行きますと言って、で帰ってきましたって言って練習して、でもうお疲れ様ですって言ってんだもん。全然撮ってないよね。大丈夫かな。まあいっか。あ、ちなみに、1000回、トータル1000回だと思います。これの違う、これの公開をしてる日、あさってがトータル1000回の Vlog を撮影してる日だと思います。おそらく計算上スケジュールにはカレンダーにはそういう風に入ってます。ただ実際やってみて、あれ1日過ぎてましたねみたいなパターンって今まで何度もあったんで、この計算が合ってるかどうかは分かんないですね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。なんか季節の変わり目で皆さん大丈夫ですか。体ちょっと私は昨日の低気圧にやられたのか、ちょっとぐだっとしてますね。はい、ではお疲れ様でした。また明日。